街を使った秘密の遊び今日の演劇いつもの街で自分の部屋で当たり前の毎日を劇場にしよう街を使った秘密の遊び今日の演劇はラジオと街を舞台にあなたの日常をふわっと自由にする秘密の遊びを仕掛けるアートプロジェクト誰もが役者で誰もが観客 今日はどんな舞台の幕が上がるのかあなたももう一つの日常に遊びに行ってみませんか時刻は9時22分になりました街は劇場プレゼンツ街を使った秘密の遊び今日の演劇のコーナーです、はい、毎週街を舞台とした戯曲、舞台の台本を読み上げてラジオを聞いてくださっている皆さんと一緒に街を使った秘密の遊びをやってみようというアートプロジェクトです今月は 昨年10月に開催した戯曲の公募でリスナーさんから届いた戯曲や今日の演劇の作家になろうワークショップの参加者の皆さんが生み出した作品をお送りしていきます。はですね伊藤正彦さんという方が書いた、うん、静岡市中心街にある青葉シンボルロードを舞台にした「大化の記憶と出会う」という戯曲をお届けします、はい、それではお聞きいただきましょう。 美曲を読んでくださるのは、スパック静岡県舞台芸術センターの俳優、大内智美さんです。大河の記憶と出会う。あなたは今、静岡市役所を出て、常盤公園に向かって歩いています。あなたの目に映るのは、まっすぐ通る広い空間。ここは、青葉シンボルロード。静岡市役所から、 ときわ公園までまっすぐ伸びる幅36メートル、長さ520メートルの道のような公園。イルミネーションに彩られ、冬の夜景に輝くこの通りを歩いてみると、多くの人たちが久しぶりに集い、笑顔を浮かべ、憩いのひとときを過ごしていることでしょう。青葉シンボルロードを歩いていると、水が流れ続ける 四角くて黒いモニュメントに子供たちが恐る恐る手を伸ばしている姿が目に入るかもしれません。ここは道それとも公園どうしてこんなにも広い空間が街の真ん中にあるのでしょうかおじさんとおじさんがぶつかりそうになりながら挨拶をしている彫刻のようにせっかくですから 青葉シンボルロードの成り立ちに出会ってみませんかたくさんの店が並び多くの人たちでにぎわう静岡の中心街おまちここは昭和15年の静岡大火や昭和20年の静岡大空襲によりかつては何もない焼け野原になったことがあります文字通りすべてを失った人々は この災いが再び訪れることがないよう、もう一度大火が起きた時、それ以上燃え広がらないように、火の流れを断つ広い空間を作りました。月日が経ち、駐車場になったりしながら、この空間は人々で賑わう青葉シンボルロードになりました。今この場所では、もう一度みんなで賑わえる日々を願い、 多くの人たちがイルミネーションのもとに集まっています。かつて焼け野原の上に立った人たちはいつか再び訪れる賑わいを目指してこの場所に大きな空白を作りました。大火の記憶がここには眠っています。イルミネーションが消えた朝早く、あるいは夜遅く、 あなたの生活のリズムに合わせてあなたが人がいないと思う時間帯に青葉シンボルロードへ足を運んでみてくださいそこで誰もいない青葉シンボルロードを写真に収めてくださいこの広い空間を作った人々の願い大火の記憶に触れてみてくださいはい いかがでしたでしょうかね。そうだったんだって思うことがい、ね、あの広い道はこういう過去があったんですね、うん、火事があったんですね知らなかったです今日はですね伊藤正彦さんの作品大火の記憶と出会うをお届けしたんですが、うん、舞台となっていた青葉シンボルロードといえば、はい、僕たちまあ家ちゃんはまだ多分経験がないと思うんですけど、はい、SBS ラジオのイベントとか すごくよく使わせていただいて、さっきあの、はい、ぶつかっているおじさんの像ってあったでしょ。ありますよね。あそこね、あの大気の場所、待ち場所になってるから、あ,ね、あのおじさん僕ずっと眺めてたことあるん <laughs>、ね、なんか何,何を象徴してるんだろうって考えたことあるとおもいます <laughs>。あああの場所かと思ったりとか、でも昭和15年に起こった大火災、静岡大火をきっかけに、万が一火災が起こったとしても。 そこから燃え日頃があるのを防ぐ空白地帯として作られた通りっていうのは全然知らなかった、はあ、私もですなるほどね、うん、これいいねこうやって学べるのは嬉しい、ね、歴史がやっぱりあったんですね、うんうん、さあそして作者の伊藤さんからコメントをいただいています、はい、私たちが住む静岡は多くの人が暮らしその人生を終えてきました街、うん、の形には かつてここに住んでいた人たちの息遣いが残っています何気なく通っている街の姿をいつもと違う時間で見つめてみてその痕跡に触れてみませんかとのことですいいことをおっしゃいますね本当確かにいつもこう通り過ぎているところふと立ち止まって、うん、ここってなんでこうなっているんだろうってちょっと考えてみるということよね今日の議曲に出てきた資料を振り返ってみたいなと思うんですが、はい えまず1つ目、朝でも夜でもご自分の生活リズムに合わせてできるだけ人がいないと思う時間帯に青葉シンボルロードへ足を運んでみてください 2>,、うん、で2つ目が青葉シンボルロードが生まれた背景や当時、災害からの復興を願ってこの通りを作った人たちの思いを想像してみてくださいそして3つ目誰、誰もいない青葉シンボルロードを写真に収めてください。 というものだったんですけどこれもちろんあの自分ご自身が皆さんができる範囲で、はい、なんかこの三つの中のどれでもいいですし、うん、あと古い青葉シンボルロールロードの写真とかでもいいですよねあー見てみたいですねイルミネーションがある時とかみんな結構写真撮ってるからうん、うん、あるんじゃないかなと思いますよよく近くを通るという方も一度足を止めてみて大化、うん、の記憶や当時の人たちの思いを想像しながらあのそのイルミネーションを眺めてみるとうんうん、うん いつももの街と違って見えるかもしれませんよねちなみに現在行われている青葉シンボルロードのイルミネーションこちらは2月13日日曜日まで開催しています、はい、で今日お届けした戯曲は「今日の演劇」公式ウェブサイトで読むこともできますし SBS ラジオの YouTube チャンネルにも放送後に音声をアップしておきます戯曲、えー、の感想や「行ってきました」というような報告は Twitter や Instagram 番組へのメールでお願いいたします 投稿するときは、ハッシュタグ、今日の演劇とつけてください。今日の、今日のはひらがな、演劇は漢字でお願いいたします。以上、街は劇場プレゼンツ、街を使った秘密の遊び、今日の演劇のコーナーでした。